こんにちは。朝10時です。曇っていますね。この後小雨が降り出しました。家の中から撮った白石嶺です。よく似ていると言われる瀬黒石嶺、ほとんど見たことがありません。日本水仙だいぶ倒れてしまっていますね。まだつぼみも残っているようなので今後に期待したいんですが、どうでしょうか。ロウバイの膨らんだつぼみ、ちょっとだけ開いてる感じですね。他のつぼみはまだまん丸です。これは南天の実なんですが、こちらの地面に落ちている赤い実、これは南天ではありません。チャイニーズホーリーなんですね。昨日、うちの中から見ていたらこの実をヒヨドリが食べていました。カメラを向けたら飛んでいってしまったんですが、こんな風に食べやすいところから食べているようですね。葉っぱがちょっと尖っているので中の方はまだ食べていないようです。時間の問題でなくなってしまうかもしれませんね。ペーパーホワイト、白い水仙ですが、つぼみもまだあるのでこれから楽しめそうです。今日はピオちゃんちょっと遅れてやってきました。すごい勢いで飛んできましたね。お腹が空いているんだと思います。いつもよりスピーディーに食べていますね。でもちょっと寄り道して、ミルアームの入っていたおがくずを物色しています。今度は来るかな。はい、どうぞ。あ、来ましたね。手が動いてしまうほどすごい勢いです。はい、はい、今度はどうでしょう。あ、U ターンしました。何があったんでしょうね。うまく取れそうにないから U ターンしたんでしょうか。次は上手に取りました。今日はピオちゃんなかなかいいペースで食べていますね。最後の一匹まできれいに食べる、残さないで食べるいい子ですね。ネットで調べたらばミルワームを喜んで食べる鳥というのは結構たくさんいるようですね。今のところは常備滝のピオちゃんで満足しています。はい、最後の1匹まで食べました。今日の庭はこんな感じになっていますね。キジバトが何かつついています。草の実を好んで食べるようですね。スズメの姿も見えます。カラスがたくさん空を舞っていました。ずいぶん高いところを飛んでいますね。めったにこういう姿は見られないんですが、シジュウカラようやく撮影できました。支柱が立ってたり他の植物があってなかなかピントが合わないんですが、ちょっとだけ撮れました。スズメの羽繕い、これもなかなか面白いですよね。魚竜の枯れた葉っぱのところをつついています。我が家の庭の上の方に貼ってある電線、5000符ではなく、4000なんですけども、これでなんか楽譜ができそうですね。他の電線にも止まっているのでスズメ50羽近く今日も来ています。丸尾です。今日は父ちゃんの膝の上に乗っております。結局、乗らせてくれれば誰でもいいということなんでしょうか。今年も今日と明日で終わりですね。元気に頑張りましょう。